このプデンシャルとは何かと言いますとね、ちょっとこれ説明しておきます。で、プデンシャルってその8ページがですね、そのプデンシャルの16というところにその、革新棒ですね、革新棒が亡くなった時の様子をですね、プデンシャルの方にもこう書かれたものが残ってますね。それこのプデンシャルとは何か。これはですね、親鸞聖人から言えばね、親鸞聖人から言えば、ひ孫にあたります、隠れ聖人、その7ページを見ていただきますとね、そこの普伝承とあって、それから、1、2、3、4行目になりますかな、第3代宗宗、隠れ聖人。この隠れ聖人が、書かれたもの、ね、その隠れ聖人の書かれたのが普伝承というものがありますが、その普伝承の中に、その先ほどの話な革新家のことが出てるわけですね、そこを説明しましょう。資料8ページに出てきます。古伝承16、信頼書院の熊岡さんに預かります革命書、これはもちろん親鸞聖人が亡くなってからですね、しばらく経ってから書かれたものですからね。はい、そこを見ていきましょう。聖人親鸞ね、御弟子に高田の革新坊ね、太郎入道と申すと、太郎入道と豪須という人は生き、重病を受けて、御坊中を見て、隔離に臨むとき、まあ結局、聖人のところを訪ねていってですね、まあ、御坊中だから、まあ、聖人のお住まいにしておったところをこです、ね、聖人のお住まいに、お住まいの中でですね、隔離に臨むとき、まあ下に隔離まあ、注文ありますようにね、臨終などに、などの意に用いられるとね。だからいよいよ臨終に臨むとき近づくな、臨終。一般的に臨終したら、命の終わった時のことを臨終とこう、命の終わった瞬間のことを臨終と言いますが、まあ、仏教的に厳密に言えばですね、臨命生死。仏教的に現実に言えば、臨命生死、命の終わった時というよりも、命のね、命の終わりに臨む時と、終わった時というよりも、まさに命が終わらんとしておる時と、ね、いう方が、これは正しかったな、まさに命。だから命の終わる前に、普通テレビや何やでも心臓が止まったら五輪中で、心臓が止まってから心臓が止まるのを確認してから五輪中ですとこう言いますから、まあ厳密に臨時と言ったらね、まさに命の終わらんとするとき、これをまあ臨時とね、正しくは言わないね。それで高田の革新坊、先ほどね教師の資格革新坊、朝廷を追ってきましたけどね、もう重病、いよいよもう命が終われそうになったときに、聖人が入ってこられましたね、聖人が入ってこられた、ね、そして体をご覧になられた、ね、それでまあ呼吸の息が楽、すでに耐難とするに、まあね、呼吸の息が楽、すでに耐難とする。
まあ私もね、あのその今までね、肉親ね、肉親のし、僕のね、先日は弟の死にも会いましたけどね、まあ、その作業の様子かどうかという、まあ、このことをね、まあ、経験してるままですわ。だいぶ前に父が亡くなった時もね、私も急いで、この元に帰った時はね、もうすでにもう亡くなっておりましたしね、今回もね、もうそれはね、その時も亡くなったということだけでしたね。呼吸が荒くてかいうようなことは、だから実際、まあ、知れませんけどね、まあ、ここに書かれている時では、呼吸の息がなくして、ついに体難とする。もうね、もう息が止まりそうになった。でそこでも、証明を怠らず暇なし。しかし、やっぱり、お念仏は一心に唱えておった。ね。その時、証人、尋ね、教えられて、言葉が。ね。まあまあ、話はできたんでしょうが、そういうふうに。息苦しいところではあったけどね、まあ、話はできた。ね。その苦しげに念仏強情の情まず神妙だね、まあ、息も苦しそうにしとるのに念仏に励んでおられる、それは大変、結構なことだね。ただしとね、まあこれね、まあ、まあ若干はね話が誇張になってるかもしれません。これはもうだいぶね商人が亡くなられてから汗にかかれたものですからね、この場面には誰も汗もない。実際とは若干が話が変わる、まあね、若干の食い違いが分かるかもしれないんだけど、その時商人がね、念仏をしてることは大変結構、まあ、念仏をね一心に捉えたということは、先ほどのあれでもね、最後に南無阿弥陀仏の不可思議行を願いと唱えられたということが蓮華の経にもありますから、まあ、臨終も念仏を、まあ、怠ることはなかった。これは事実でしょうな。いや、その時、まあ、商人がね、ただし、所存不審とを尋ねられた。所存不審。まあ、結局、中文をね、9ページの方に所存不審という、この本の注釈中も出ております、ね。どういう思いで念仏をしているのかという、ね、まあ、まあまあだからまあそれはできるでしょうね。どういう気持ちか私には分かりにくいが、ちょっとされてたいんだけど、どうかとこう尋ねたというでしょうね。と確信坊を答えて申されて、今確信坊がね、呼ばれた。喜びすでに近づけ、ね、喜び捨てに近づける、まあ、結局もう間もなく命が終わる、ね、浄土へ生まれさせていただく、その時が近づいた、ね、喜び捨てに近づける、存然こと一瞬にしまる、そのことがね、もう一瞬に、もう全く間もないこととなった。刹那の間たりというとも、ね、わずかな時間の間であったとしても、息の通わんことは、往生の大学を得たる仏頓を放射せすんば、あるべからずと存ずのについて、格のごとく、放射のための証明をつかまつるものなりと分断でね。まあ、これ、今まで何度か申し上げる機会ありましたけどね、浄土真宗の場合の念仏はね、証明を往生にと、ね、おそらく浄土真宗以外のご修士の念仏はね、それによって助かろう、ね、それに唱えることによって浄土に生まれようということのはずです。これはまあ他のご修士の方にあまり詳しく聞いたことないんでね、まあ現在ある浄土宗でもそうなんですよ。やっぱこう唱えることによって念仏の功徳によって浄土に生まれさせていただく。ところがこれ親鸞聖人の場合はそうじゃないんですよね。これ称名王なんですよね。称名王、これがまたね、浄土真宗のね、妙如大特色。ね。称名、王。だから、ここの、普伝書の第二もね、ね、真の上の称名のことだから、真の上の称名のこと。これでは、
照明を、ね、親父を私に言ってます。大目やってくれたんです。照明、大なんですよ。照明によって、念仏によって、往生しようというのはない。念仏も、念仏でも唱えて覚悟をしようと。ドラマやらないならね、悪いやつが出てきてね、もうここでわしにもお互いやくれるんでね、念仏でも唱えて覚悟をしやがれってね、でもドラマでやるので、浄土真宗の場合はそうじゃない。まあ、覚悟をして念仏をしようというんじゃない。浄土真宗の場合は、照明を多い。これはまあ、ひょっとしたらね、皆さん方ね、お坊さんがね、自分のところのお前に来てね、お経をあげた最後に、五分章というのを読んで、五分章。お腹すくと、最後に読む、五分章を読む。ね、あの五分章を読むときにね、よく読まれる五分章がね、聖人一流章、聖人一流の五眼家の動きは、信心を持って、本当はしゃれです、そうだ、ね。で、最後、真に皆に機能する。